動画をご覧くださりありがとうございます。バンダイシナハチです。今回はまたスーパーファミコンの新作ソフト、これですね、改造超人守備マンゼロ、ね、裏がねこんな感じで、またねコロンバスサークルさんですね、発売元ですね。レトロゲームとかをねいろいろやってるとこなんですけど、でこれちょっと直しますけど、あの最近のね傾向っていうか、なんかね古いゲーム機の新作ソフトをまだ作るみたいな。でこれねファミコンソフトのキラキラスターナイトデラックスとか、でついこの間ね、あの僕の YouTube の動画でも紹介させていただいたんですけど、ダークネスハンターアンホーリーナイト、これ格闘ゲームなんですけどね。でまあこういうね古いゲーム機用の新たなパッケージ商品出してくれるっていうのは、まあ個人的にはねすごい嬉しいですね。で互換機でも動くようにまあなってますし、本当はね最新のハードとかパソコンとかでデータ販売した方が、まあ、おそらく安く販売できるはずだし、まあその方がスマートっていうこともあると思うんですけど、だけどねやっぱりこうやってパッケージでね販売されることに意義があると思います。じゃあちょっと開けてみますかね。あのね僕今回これはね Amazon で買いました。本当は実店舗で買う方が実は好きなんですよ。お店まで行って、でお店のねモニターでねゲームが映ってたりとかそういうのを見ながらね買うとかすっごいいいんですけど、だけどねなんか限定販売っぽかったんで手に入らなかったら嫌だったんで、でまあ Amazon で買いました。おーいいなね、こういうスーパーファミコンソフトですよ。でそれからマニュアルがね、マニュアル入ってるんですよね。こういうねまあ軽いストーリー紹介とか、あとはまあ操作方法、マニュアルこんな感じです。じゃあちょっと実際にプレイしながらゲームのね紹介なんかもしていきたいと思います。これからやってみたいと思います。よいしょ。なんかマジ偉いことになってますね。あ、主人公たち学生編なんですね。この辺オープニングですね。なんかボクシンググローブみたいなのつけてるんですかね。あ、主人公ですね。ヒロインは剣ですね。お、こいつすごいですね。パンチめっちゃ速かったですね。これ敵ですかね。あ、この人も敵ですね。なんかちょっとタイムボカン的な感じもしますね。これね、2人同時プレイもできるんですよ。ちょっと昭和的なノリがありますね。あ、いきなり変身しましたね。このままゲームスタートですね。よし。ダメ攻撃できますね。あ、なんか当たってますね。おお。あ、なんか取った。あ、ため、といて。あ、ためたまましゃがんだりできないのか。よしよし。当たった。よし、うまくいった。
結構パンチ連射しないといけないですね。パンチ早めにって感じですね。あ、やっぱりなんとなく安全姿勢っぽかったんですよ。なんかね、囲まれちゃうと嫌だから、あー、や、出てきた出てきた。敵の数増やしたくないんですよね。あ、うまくいった。えい、あー、タム攻撃いいですね。あ、あれ何、スーパーファミコンですね。取ったらどうなるんやろ。ちょっと卑怯だけど、離れた敵狙えますね。よし、結構うまくいってるんじゃないですか。よし、おお、あ、あ、こいつなんか嫌い。降りてこい。よし、飛び飛び、よし、あ、あと一人出る。よし、あー、失敗。えい、よし、これって昔ね、 PC エンジンの時もこんな感じやったんですかね。当時はやってないんですよ。当時これがあったらハマった気はしますね。なんかヒーローものパロディって感じですよね。あ、なんかちょっと右に矢印出てる。あ、ステージ変わりましたね。これ当時スーパーファミコンのサテラビューってやつがあったんですね。それでできたんですね。サテラビューって結構良かったんですね。僕当時はそういうやつってやってなかったんですけど、こういうのできるんだったらね、やっといたらよかったですね。ちょっとこいつ車の中からなかなか狙えない。えい、よし、ちょっと車の中入れるんですね。あー、よし、飛び越えた、飛び越えたけどどうしよう。あー、跳ねてるやつ嫌い。降りてこい。ここいると降りてこないのかな。よし、あ、あ、数増えた。よし、うまくいった。えい、よし、あ、まだいる、まだいる。よし、あ、ちょっと慣れてきたんじゃないですかね。あそこに残ってるあいつもやっつけたいところですね。へい、やっぱね、なんかライダーの戦闘員みたいな声出すんですね。あ、間違えた、ポーズボタン押しちゃった。これね、二人同時プレイもできるんですけど、これプレイヤーキャラって最初に選べるのかな。説明書ね、
読んでやってないんであれなんですけど、ね、多分ちょっと能力違うと思うんで、ね、女の子のキャラもやってみたいですよね。よし。アイテムは点数だけなんですかね。なんかパワーアップとかしたいですよね。お、なんかマリオのハンマーブロス的なやつがいる。ねえ、主人公頭にちょっと武器刺さってましたよね、さっき。あ、工事現場か。あ、なんか入ってる。ちょっとボスかな。あ、ボスではないのかな。まだステージが続くんですかね。結構ね、音楽いいですよね。あ、もう普通にハンマーブロスは標準になってきた。よし、スーパーフォーの先天ですね。測れない。よし。ちょっと失敗したかも。よし、うまくいった。お、あ、刺さってる。痛々しいねこれ。ダメージ食らっちゃった。あ、よし、回復。あ、ちょっと今行くとちょっと当たりそうですよね。あー、やっぱり当たった。ああ、取りたい取りたい。エネルギーが。おお。ああ、またこのパターンですね。まあ、読み切らないと。結構この最初から出てる跳ねるやつが結構トリッキーですよね。ダメ攻撃は、結構頻繁に使わないといけないですね。おお、助かった。よし。あ、まだある。なかなかすぐボス戦とかではないんですね、このゲーム。緊張感はありますよね。なんかね、間合いが悪いと結構敵からの攻撃食らっちゃうんですよね。うん、だから単純にパンチ連打だけだと、その間合いが外れるとね、攻撃食らっちゃうというか、
この辺は慣れですね。どっちから行こうか。こいつをどうするか。ああ失敗した。なるほど、その場コンティニューですね。スタートをしたらその場に出てきますね。ちょっと強いやつが出てきた。これまずいですよ。どうすんのかな。あかんしゃがんで飛び道具使えないですよね。えあいつは飛び道具使うのにちょっと卑怯ですよね。倒しにくいですよね。逃げた方がいいのかな。まあ焼かれてない。難しいこれ当てるのは。やられてる。起きてすごいやられてる。ボス戦ですよ。あれ、あの女の子じゃないのか。このタイプのボス懐かしい。腕伸びたりするやつ。ちょっと勝利拳っぽいの出せた。ちょっと偶然倒してます。昇竜拳みたいなの出ましたね。そういうことね。一応ストーリーはあるわけですね。博士みたいな人がやられちゃった。なるほど。こういうノリのゲームなんですね。主人公のキャラちょっと分かっちゃいましたね。ステージ2という感じですかね。なるほど。展示物の中から出てくるんですね。ちょっとずつ進みます。なんかわかった。出てくるやつは普通にいるんですね。こいつ嫌ですね。結構でも BGM いいですよね。ヒーローものっぽいっていうか。出ないのか。弾き飛ばせるけど当ててないんですね。ただ横に行けばいいだけなんですかね。
結構連続して出てきそう。これラストですね。でもこれも白いですね。スーパーファミコンも昔はこういうのっていうか、まあ、スーパーファミコンだけじゃないんですけど、こういうの多かったですよね。まあ、守備マンっていうか、こういうのはちょっと B 級っぽいやつ、対策ではないんだけど、やっぱりこういうオリジナル作品って面白いですよね。アーケードとかであったこう、ヒロムだったかとかちょっとわかんないんですけど、あの昔ナムコのベラボーマンとか、なんか手足が伸びるやつとか、あんなんもあったし、これはだからなんやろ、いろんなね、ちょっとヤッターマン的なノリもあるし、ちょっとやりながら喋ってるから何言ってるかちょっとわかんなくなってきてるんですけど、アニマ、ちょっと意味がわからん。博物館やからか。で、恐竜も出てくるんですね。これまずい。もう、風船の灯火ですね。ライフもないし、コンビニもできない。いけるかな。もうそろそろ、お別れですね。ラッキー、ちょっと復活。これどうしよう。アニマ回ってますね。どう抜けようかな。とりあえず当たった。あ、いけた、いけた。このブロックっていうか箱とか壊せるといいんですよね。あれ、ボスっぽいかな。オープニングにいてた影丸ですね。でもちょっと入れ立ちが違いますね。これは、滑られた。ここまでですね。いや、でも面白かったですね。69、すごいな。結構下の方ですね。はい、まあこんなもんです。オープニング戻りましたね。